今日は日本一のあるものがあるということを聞いて、クレフシの里古墳公園に来ました。今私たちが立っているのは休憩スペースのようなところなんですが、なんとこの屋根が古墳の形、前方後円墳の形をしておりまして、その他にもですね、この公園内見渡してみますと看板が古墳の形をしていたりとか、あとはですね、お手洗いなんかも古墳の形をしていたり、本当にこだわりがあって、なんだかちょっとテーマパークに来たような気分なんです。ということで、このクレフシの里古墳公園について本日は内原中央公民館から藤枝さんにお話を伺います。藤枝さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、この公園内、いろいろ古墳であったりいろいろなものがあると思うんですが、まずその施設での紹介について教えてください。はい、クレフシの里古墳公園は敷地面積31,142平米で、はい、水戸市牛渕町にございます。はい、常磐道水戸インターより車で約10分のアクセスのしやすさから、はい、休日になると多くの親子連れの方にご来園いただいています。公園の特徴としては、はい、県内でも有数の古墳密集地域である、はい、牛伏古墳群の形状を生かして、はい、前方後円墳7基円墳9基の古墳が密集して保存されているのが特徴です。そうなんですね。また高さ 17.3 メートルの人型埴輪のモニュメント、はい、埴輪タワーは、はい、過去にサザエさんのオープニングにも採用されたこともあることから、その存在は多くの皆様にも知っていただいていると思います。はい、このハニマルタワーは階段で登れるようになっていて、タワー内には武人埴輪の顔のモニュメントが復元されており、はい、さらに屋上まで上がれば展望台となっていて、水戸市内原地区や遠くの山並みを望むことができます。はい、ということで、その日本一というのはこのハニマルタワー 17.3 メートルのこのハニマルタワーが日本一大きい埴輪として有名だということなんですね。先ほども紹介しました、お手洗いですとかいろいろな場所がそういった古墳をイメージした季節となっておりますが、何かやっぱそういったこだわっているポイントなんかは他にはあるんでしょうか。はい、公園入り口の馬形埴輪や、はい、休憩所である東屋の前後後円墳型の屋根、はい、縦穴式住居を連想させるトイレや、はい、遊具公園にある遊具や水道からも古墳や埴輪がモデルとなっているものが多数あります。はい、実はこの公園内見渡してみますと、なんと桜の花びらがたくさん散らばっているようなんですが、やはりこちらピクニックですとか桜のお花見、少し前出したら桜のお花見に来てくる方もいらっしゃったんじゃないですか。はい、公園内には100本のソメイヨシノのほか、はいはい、多くの植物がございますので、はい、埴輪タワー前の芝生広場でのピクニックなどには良いかと思います。はいはい、なるほど。ということは本当にいろいろな楽しみ方があるということなんですね。では最後に皆さんへの、この来てくださる皆さんへのメッセージを一言お願いしてもよろしいですか。はい、クレフシの里古墳公園は林に囲まれた閑静な場所に立地しており、はい、広く幼児から年配の方まで安心安全に楽しめる公園となっております。はい、水戸市においでの際にはぜひともこちらにも足をお運びいただければと思います。藤枝さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。この時間は水戸市のクレフシの里古墳公園からお送りしました。